お願い、私の体探して。体探しって何なんだ。深夜の学校、どこここ学校の恋愛堂。突然集められた性格もグループも異なる6人。私のことなんかみんな見えなくなっちゃうんだよね。何でもやる前から見切りつけて諦めてきた。あと何個作る？誰でしたっけ。一応一緒のクラスじゃねえか、忘れんなよ。きったね。ダメだよ翔太くん。写真撮ろう。撮るんだよね。そんな彼らはなんで昨日と同じになってんだよ。隠された体を集めなければ永遠に同じ日を繰り返す。それは夜中の12時に始まる。赤い人から逃げろ。赤い人の恐怖に立ち向かう中、次第に心を通わせていく6人。どうして私たち6人が選ばれたんだろう。なんで俺たち6人が選ばれたか分かる気がする。私は一人じゃない。俺たちで倒すしかねえな。彼らの間に仲間としての友情が芽生えてきたその最中、突如明かされる衝撃の真実。リエがいなくなったどういうことだよ。なんかいつもの仕事と違う。終わらない死のループから抜け出し、明日を迎えることができるのか。みんなを返して。体探し。